マジでご飯食べ過ぎてお腹がはち切れそう。パンパンパンだぜ。お腹がパン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 。皆さん明日は3日ということで11月3日お話し会ですね。イエーイ。まだ何着ていくか全然決まってませんが、やばいです。どうしよう、マジ服ないんだがやばい、服がない。何着ていこっかな。明日寒いんかな暑いんかな。なあ、明日の天気寒いんか暑いんかな、見て。私、うん、マイシスターに言っとる。姉ちゃんの予想は明日21度。でもこのやつはちょっと外れてるからな、よく21度。あ、正解。晴れ、あったかい感じ。いつ頃の話。うん、朝から昼にかけて。7時14度、8時16度、9時17度、10時18度、11時19、12時20、あ、じゃあやっぱ昼が一番あったかいんか。姉ちゃんの話し会が終わる頃ぐらいか。13時から3時までが21度。うん、じゃあ朝一部からやけん、めっちゃ早く家出んといかんけん、ちょっと寒いなーで帰る時が暑いなーって感じか。うわ、めっちゃめんどくさいやん。どうし、暑いなーでもないと思う。21度。え、今日ぐらいやろ、だって。え、今日あったかかったやろ。姉ちゃんこれに羽織着てスーパー行ったら暑かったけん、途中からこう羽織脱いで、これだけだったんやけど、トレーナーだけやろってぐらいやんな。わからん、外はわからん、建物の中にあった。姉ちゃん外やったけど、窓閉めとったら暑かったとか言いながら、姉ちゃんは暖房つけとったけど違います、違うって。外の方があったかい、光があるけん、開けとけばいいやん。いや、もう花粉やめてよ。違う、カーテン。あ、カーテンな。あったかいよ、日差し。昼間に。何のために私はこの遮断カーテンにしてると思ってるよ。何のためにこのこっちがあると思ってんだい。ああ、そうか、それでいいんか。そうよ、隣はね。確かに。もうもっぱら花粉がやばすぎて、もう本当に。今日薬買ってきたから、ちゃんと薬局で。もう無理ほんまに、もうほんまにムズムズする。もうムズムズが止まらなさすぎて、本当にやばいよマジで。もうね、あーってなっちゃう昨日もすごかったんけど、もうダメよ、もうほんまに。妹が帰ってきた時点でもうめっちゃ急に痒くなって、あーまたまたするーってなって、くしゃくしゃ、やばい、薬買わにゃーと思って買ってきた今日。あ、じゃなくても明日も大変か、本当に。いや、薬でも最近の薬ってさ、飲んでも眠くならへんやつが普通やん、種類じゃない？うん、なあ、逆に眠くなるやつって多分あんまり解熱鎮痛剤とかはなる、うん、あ、まあそれな、そういうやつな。花粉症のやつではさ、な、眠くなりにくいってよくさ書いてあるやん。実際には知らんよ、そんなん分からんけど、その日によって眠さなんて違い、朝早ければ眠いし、なんなら 寝すぎても眠いし、でもこれ関係なくずっと眠い。うん、そう、絶対眠い。だからとりあえず、でもなんかそのめっちゃそのなんて、病気してる時に飲んだるやつはもうガチで眠くなる、飲んだらすくって寝てしまう、まあ、それがいいんや。逆にな、お熱とか出てる時はそう、なんかな、別にそれでいいんや。いや、マジでなんかムズムズするわ。話しちゃったらムズムズしてきた。あー、あかん。なんかさ、もう本当にムズムズしすぎて、鼻とかさ、鼻とかするやん。でさ、したらさ、もうこの鼻のここがさ、赤くなっちゃうの、どん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 。赤い。ね、赤くなるやろ。で、ムズムズするやん。なんかこうやってさ、なんかこうやって強くするわけよ。したらもうね、どんどん赤くなってきて、でね、メイクしてもここだけね、鼻だけメイク取れるんよマジで。鼻の噛みすぎとか、鼻をこうやって「はあ、かゆい」とか言って、こうやってよくするやん、こうやってやるときとかに、やっぱメイクが取れちゃうからね、この鼻ちゃんは本当に最悪。
まあどっちにしてもね、もうマスクしてる時点でメイクは取れるのよ。なんなら寄れまくるから、マスクでもうこうやってマスクしてる時点で、はいもう鼻のここメイク取れます、はいここも取れます、はいこの辺ももうなんか湿気で取れますみたいな。結局取れるっていう結局取れるって。どんだけさ、やっぱさメイクしたてってめっちゃ綺麗やんか。でもさ結局それでマスクしてもう仕事に行って、大体基本ずっとマスクしてるからさ、もう結局一緒なんよな。もうよれる、どんだけ綺麗に仕上げてももうよれてしまうのよ。もうマスクしてるって言ってんのよ。もうね、なんとも言われへん、そんなん。もうしゃあない、しゃあない、もうマスクしてるでしゃあないのよ。そうしゃあないのよ、それはやっぱり。てか聞いてんのはな、ついにネーネーのな、これもな、音量調節な、壊れたっぽい。ちょっと前までできよったのにな、この間な、や音量してもな、うん、できんかった。一緒や、ついに壊れた。これもだな、な、知らぬ間に壊れとったんやけど。前のやつに、そこの接続変えるやつつけて使えるよ。まあ別に使わんけんやけど、あんまやワイヤレスや、そう有線はな、これはワイヤレスの充電がなくなった時に、あの必需品として持ち歩いてるだけやから。あ、リナ様がね、試合に勝てましたって。おい、おめでとう、イエーイ、すごいやん、いいね、嬉しいわ。全然私のおかげとかちゃうけど、それはもうあなたの実力とそのチームの実力だと思いますけど、もう日々の努力の結果だと思います。もう私は全然そんな、でもちょっとお力になれたということはとても嬉しく思います。ありがとうございます嬉しいですね、そう言っていただけるだけで。本当にイエイ、充電しとこ。あ、なんかさ、もう赤はムズムズしてきた、なんか鼻がムズムズしてきた。花粉の話したっけ。てかもう漂ってるよな、花粉なんて絶対。窓開けた時にもうダメよ、もうダメ。窓開けた瞬間でもう終わりよ。今年はなんか早いな、めっちゃ花粉ゆいな来るの早いし、秋、早いし、なんか去年よりやばいかもしれん。去年もまだこう言ってへんかったやん。しかもそんなにさ、なんか去年って言いよった。あ、ちょうどこっち帰ってきた。ずっとさ、今年の方がひどいわ私今年春もすごくなかった、ずっとやばかった。最悪なんだが、なんか違うのがプラスアルファでアレルギーになったんかな。それか今までのプラスアルファ何かもうゴンドーンみたいな感じになって、バーンって今気温かもしれんな。ワンチャンあるかもしれん。それは最悪なんやけど。空気清浄機ある、聞くん、花粉の。知らん、空気清浄機で花粉取れるのか知らん。そんな花粉装置なんてついてるっけ。これ分からんけど、買ったんよ空気清浄機な。買ってからでも全然つけてない。買った時がやばいってピークで欲しくて、でももう届いた時にはもう治っとったからさ、うちらあんま使ってないな、ほんまに数回しか使ってない。ただ単にさ、でかいのが邪魔してるだけなんやけどほんとに。でも回さないとね、確かに回せばいいやん。ああいうの存在忘れとったわ完全に。この人のあったな、そういえば。君、あ、いたわ私の家に。家族の家です使わなさすぎて存在忘れてた。使わにゃね、閉まってもないよ、閉まるとこないわ。加湿ついとるけんさ、エアコンつけて加湿つけた、それな、それがいっちゃえと思うわ。するな、花粉の話する。もう花粉のせいやな、もう全部花粉のせいにしとこう。いやもう実際花粉のせいやしな、言うて
何の花粉だろうな。いや、わからん。何の花粉だろうな。それは、でもこんなとこに稲生えてへんやろ、ほんな。ほんな田舎やないねんから。わからん、誰かが庭で稲、ね、その誰かが庭で稲刈りしよるかもしれへん、田植えやんるかもしれへん。そう、わあ、ビギナーさんが可愛い、だってありがとう、すっぴんやけどな。いいやけど、なんかすごいよねこの機能さ。結構前からついたけどさ、このビギナーさ、誰やろ、初めてあのショールームでコメントしましたってことやんな。で、初見さんが初めて見に来ますっていう称号やんか、称号っていうか証明、そのルームにてる。うん、そう、だからさ、なんかさ、そのさやつでさ、もうパッとわかるよな。なんか初見ですって来たとしても、初見の称号ついてないってことは初見じゃないねん。で、初めてコメントしますとかでもビギナーとかってついてへんと、それは初めてちゃうねんっていうね。なんか嘘発見器みたいになってしまってるけど、でも確かになんかパッと見分かっていいよね。なんか初めてさ、コメントくれたりとかさ、初めて来てくれた人とかでもさ、あ、この人初めて見に来てくれていいやってパッと見でさ分かるやん、うん、いいよね。今までだったらさ、普通にさコメントしてくれてもさ、その人が初めて見に来てくれた人が来てくれへんかった人かなんて分からへんかったやんか。だけど、そう思うとめちゃくちゃ機能、誰が考えたか知らんけど、いい機能ですね。まあ嘘はよろしくないってことですよ、きっと。そう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 、まあ、ちゃんと見てるかちゃんと見てないかの違いじゃない。でもね、確かに星集めでもつかなくなっちゃうから、ワンチャン見てもないけど、ただ単に適当にラジオでピッてつけて30秒したらピッてやってるだけでも、あの初見消えちゃうからさ、ワンチャン。そうね、まあドンマイって感じやね。これはばっかりはかわいそう。まあでも嘘つく人もおるってことやな、きっと。かわいそうに。そう、でもなんか初見ではないねんな、そうしたら。多分星集めに、あ、見たことあるかもしれませんぐらいな感じなんじゃない。まあでも多分覚えてないんじゃない、星集めで。多分覚えてたりはせえへんよな、見に行ったとか。いや分からんけど、自分星集めしたことないけん。トン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 、そうやろ。まあちゃんと見るのは初めてですっていう言うのが正しいかもしれない、初見の称号がない時は。そしたら、ああ星集めに適当に入ったことあるけども、ちゃんと見てくれてるのは初めてやねんなみたいななるからね。そうそうそう、まあ初めましてにしてほしいんだったら全然初めましてにしますけどね。皆さんがそのた見に来たことある人でも初めましてね、扱いにしてほしいのであれば、私は全然初めましてとして扱います。あー、初めましてなんですね、へーって言って。怖いわ。あ、そうなんですねっつって圧を感じる。何のメリットが、いや、それはこっちが聞きたい。それはこっちが聞きたい。それはなんで初めてでもないのに初めましてって言ってるんかは、何のメリットがあるんですかって逆に聞いてみて、そっち側に。私に聞かれても困るで、私は分からへんから。そうそうそう、
いや、それは私には逆効果ですね。そう、1500日ね、終わっちゃったね、そういえば。終わってしまったね、残念すぎる。何もできんかったからな、28日ね、てっなんか一日中仕事やってんな、その日。そうなんか残念なことにね、何もできんかって。なんかさ、結局さ、ショールームのさ、毎日アイドル免除券みたいなんて結局あるの、あれ1日パスできる券みたいなやつ、あれってさあるの実際に。あるのはあるんじゃない。あんねんや。あ、持ってるんじゃないの。だって、え、知らん、どっかから受け取れるんかな。ちょっと受け取ったことない、受け取ってないけん分からんわ使ってないわそれ。やっぱ結局あるんや、あれ。なんかあの幻やったんか幻やなかったんかよく分からん。あるんや。お知らせとかにあると思う。あー、そうなんや。一日免除券とかあんねんや。それもうちょっと早く欲しかったな。それ一日免除券があったら私多分もっといっとるよ、ショールーム毎日アイドル。多分700弱か、それぐらいは行ってんちゃうかな。ちょっと見てみれば、受信じゃないわ、受信ボックスとか。あれ、なんか見てた時に、あれか、もうはるか昔やからさ、あれやねんかな、はるか昔にもらったけん、さかのぼらんと見えんのか。そっか。そうなんや。そっかそっか、了解。じゃあちょっと見てみるわ、チケットが消えないうちに消えとったらやばいで、消えないうちに見ときます。そう、また何かあるか分かんないかも。ワンちゃんだってコロナのワクチン接種してめちゃくちゃ熱が、私すごい熱出ちゃうタイプだから、もうその副反応でめっちゃ熱が出て、あ、それもできらんってなった時にワンちゃん使えるじゃん。だからそのためにもちょっとやっぱり一人何枚とかあるかな。ある、3枚かそれぐらいだった気するな。そのためだけ、そのためにもゲットしとかないと。そうって思ってるんですよ。そうなんです。あるんや、結局幻の話かと思っとってさ、どうなんやろなって思ったまま終わっとったんよ。実はやっぱあるんか、自分が見落としとんか。ちょっと探しとくわな。了解ウォッチでございます。
了解です。え、でも10月やろ、受信ボックスにそんな通知10月あたり来てない？え、10月じゃないか、8月か。え、12の、え、これいつ乗ってんの、こっちじゃないか、お知らせかな。これか、まあ後で読むわ、なんか書いとるけん後で読むわ、なんかいろいろうんちゃらかんちゃらでうんちゃらかんちゃらみたいな書いてあったわ今。フェフェフェって言うんだけど、これちょっと読まで理解できるんだ。うわ眠む。いやだってここで読んだところでじゃない、結局ここで読んだところで私が無言になるだけやから思んないやろな。後で読むわ、さすがにそんな思んないのはな。なあ、詳細みたいなのあったっけ、だからどっからどうとこうでうんちゃらかんちゃら書いてあったわ。うん、そうそう、これ読んだところで頑張るかな。そうそう、え、結構無言配信多いけど、え、最近全然無言配信じゃなくない、うちずっと喋っとるやんな最近な。最近めっちゃ頑張って喋ってんねんけど、割とずっとずーっと無言にならぬように頑張って喋っているつもりなんだが、今日はオフでしたよ、私はオフでした、今日は何もしてない、今日は何もしてないです。え、うせやん。ああ、ドボンしてるときはね、あのちょっと無言になるよね。でも教えて行ってやりながらドボンもやってたからね。昔はね、だって話すことないもん、暇やし。そう、え、ほんまに仕事あったら仕事の話できるけど、何もないとさ、暇やから何の話したらいいってよく言ってるやん、うち教えて行ってやってるとかさ、やってるけどさ、
まああとはなんかパズル作ったりしてたけどさ、何もなくない話すことだって、何もしてへんもん。起きてご飯食べて、起きてご飯食べて、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 ショールームしてお風呂入って寝ますみたいな。それでアニメの話だったらさ、いや今日何々のアニメ見てたんですよ、暇だったかなとかって言えんねんけど、まあアニメの話はちょっと賛否両論ありすぎるから、あんましすぎてもね。いやそらアニメの話のため永遠に喋っとくよ、1時間ぐらい余裕に。さすがに賛否両論ありすぎてそれもちょっと厳しいやない。だからね、そうかといってコメント欄もめっちゃ激しくさ、なんかあの他のメンバーみたいにバーって流れてるわけじゃないから、そうなかなか喋ることがねなかったんですよ。そうわからん、流れてんじゃないの、わかんないですけどね。そんなに頻繁に他のメンバーのショールーム見に行ってないんですけど、なんか前コラボした時とかにその相手のコメント欄とか、コラボというか、なんかそのコラボじゃない、なんか普通に相手の配信に移り込んだ時にめっちゃコメント欄流れてて、私メンバーに言ったもん、えめっちゃコメント欄流れてるやんすごいみたいな話したら、なんかえーって言ってた。その配信見てた人おるんかな、おったら言ってんねんけど、うちすごいって。でもそれも何年も前の話やから分からんけどな。そうちょっと衝撃を受けた、こんなにコメント欄って動いてるもんなんやと思ってそうそうそう、もう3年前ぐらいの話やけど、そうすごない、すごいなって思って、そうや今日さアスランがトレンド入りしとってさ、えなんでアスランザラがトレンド入りしてんねんやろって思ったら、アスランの声を務めた石田さんがお誕生日らしくって、なんかそれでアスランがトレンド入りしとったっぽいか分からんけどな、確かな、なんかえなんでるってポッても見たら、なんか石田さんお誕生日でみたいな、なんか石田さんといえばなんかアスランザラでしょみたいな、アスランでしょみたいな感じで、なんかアスランを載せてツイートしてる人がたくさんいて、トレンド入りだったんかな、なんか分からんけどね、載ってて、そうわーすごーいって思ったんだ。今もトレンド入りしてんのかな、ちょっと分かんないですけども、あなんか記事が出てるわ、トップ18は何やろみたいなやつで出てるで、すごすごすご、すごそえすご、いや石田さんは本当にさ有名な作品絶対出てるしさ、自分が見てるやつで大体石田さん出てるんよな本当に好きな声優さんではありますね、声がね。あーすごい、なにこれ、なにこれ、あそうセーラームーンでね女性の役の声優されてたんですよね、それ知った時びっくりしたわほんま、すごいと思って、アニメキャラクターの人気ランキングが載った3位はアスランザラだって、やっぱアスラン人気なんだな、だって私大好きだもん、ガンダムシードとシードデスティニー、めちゃくちゃ大好き、いいよね、うむうむ、ああなるね。2位が、あカオルくんだって、エヴァンゲリオンのカオルくんもさあの人気のキャラクターですよね。石田さんがやってる役って結構イケメンが多いイメージ、わからんよ自分の中でね、結構なんていうの、なんかビジュアル担当な役がすごい多いイメージやけどね、私がその出てるなんていうの
私が見てるアニメで結構こう出てる役とか結構、うん、ビジュアルメンバーな、うん、気がする。あ、第1位はあ、カツラだって。カツラ、カツラさんだって。1位はすごい、銀魂の1340票だって。 21.8%、 めちゃくちゃ高いじゃん。へえ、ズラだ、ズラズラ。ズラさんだって。ズラさんズラさんなんだ、すごい。え、次は18位まで飛ぶんや。すごい、なんか1、2、3やって13、18位まで飛ぶ。え、知らんわ。なにこれ、クラシカロイドパッドくん。17位は、なにこれ、教会のリンネ、クロスさん。なんか猫の羊っぽい人ですね。で、次が、チェインクロニクルヘクセイスタの、ほんやほん、漢字が読めへん、なんちゃらのユーリっていう役だって。へえ。で、15位、マギのユナン。あ、ユナン、ユナン、どんな顔やったっけ、ユナンって。ちょっと調べよう、すぐ調べちゃう。あ、あ、この人じゃん。はいはい、あ、もう分かったわ。はいはい、この人ね。あ、そうだね、石田さんだったわ、そういえば。そうだそうだ、この人もね。なんでこれだけ画像ないねん。そうな、あ、はい。で、14位がワンピースのよきよき。で、13位がファットゼロの、なにこれ、なんちゃら龍、あま、あめ、あめなま、なんていうのわかんない、なんたが龍之介っていう役。12位はガン、弾丸論破、希望の学園と絶望の高校生、ザ・アニマティオンの戸上白夜だって。へえ。あ、フェアリーテールのゼレフ。フェアリーテールも好きでしたからね、ゼレフ見てましたよ。すごいな、マジで有名なのが多すぎる。で、10位がテニスの王子様。これ何、神月はじめっていうの。私テニスの王子様見てないから分からんな、ちょっと分かんない。そう、そう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 。で、9位がこれ読めないわ、プッショッチョパス絶対違うやろ、あ、英語で読めへんの。あ、もうダメだ、何これ、初めて欲しいって書いたら「せい」なんかな。アニメ、うん、なんつらなんつら欲しいで、8位がナルトのガーラ。私ナルトでガーラ推しやからね、よきよき。で、7位が昭和元禄落語八雲なんて読むか分かんないけどの役が、こんばんはって、こんばんは。で、6位が夏目友人帳の名取修、めちゃくちゃいい話なんやけど、ちょびちょびしか見たくてね、ちょっとこのキャラクター分からんわ。で、次5位が三遊記の、これなんて読むの、イノシシ八回、うん、八回、なんて読むか分からん、うんちら八回。で、4位がフレイヤーズゼロスだそうです。あ、著八回か、著八回だって、みんな。へえ、そうなんや。あ、でもやっぱり桂さん
ダントツだわ。すごいな。でも綺麗な、なんかこうショイン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 ってなってる。はっはー、すごいな。すごいですね。誕生日でトレンド入りしてこんなアンケートまであるってやっぱり素晴らしいですね。いや、すごいですね。やっぱりなんか銀魂ってちっちゃい子から大きい人まで見てるイメージやから、やっぱり桂さんは面白いし、なんかそういうので人気なんですかね。ダントツ的に1位ね。そう、赤座は入らないんじゃない、まだ。だって多分出てきて映画、映画で、まあ、こないだあれしたばっかじゃん、地上波。そうだからなんじゃないかな。いや分からんけどね。うん、この多分ですか、それかこのアンケートに参加した人にそうやって書いた人がおらんかったんかもしれんっていうのもまああるんじゃない、分からんけど。そう、いやでもリナ割とやっぱ好きなのやっぱ奈々のやっぱシーンでしょ。あれは石田さんだよね。うん、マジ美少年の役だったんですよ。美少年の役とか美少年なんですけど、シーンは。吉田さんの、いや私ナナが大好きなので。ねえ、決め役多いですね。確かにビジュアル面がやっぱ多い担当の役の方役の方、言い方おかしいけどみたいなイメージがあるね。すごいね。声渋いですか？渋くないと思うんだけど。どっちかっていうと可愛い。可愛いっていう表現合ってんのか。そう、可愛いってなんかロリボとかショタボとかじゃなくて若いかな、声が。どっちかっていうと。歌声が幼い。うん。若い。渋くはないな。どっちかっていうと少年とかの感じがする。するかな。ね、そうだよね、若いよね、声がね。未成年白物語レンタル配信されるんだって。だって、そうなの。おー、ぜひ皆さんよろしくお願いします。未成年白物語未成年白物語ぜひぜひ見てください。渋い声の人たくさんいますからね、本当に。渋いいい声、いや逆にすごいよね、渋いいい声ね、出たらいいですけどね。うん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 、どういうのが渋いいい声だと思いますか、皆さんは。私は分からんけど。だ、うん、渋いいい声、うん、渋いいい声、うん、ブリーチの山本
源流斎先生とか渋いね。じゃあ声優さんの名前パッと出てこんけど、あとはあーシャアの声の人も渋いですね。確かに渋い深い。えそんなやったら京楽さんとかもなあもう入るんかな、わかんないけど、ななみん、うん、ななみん声優さんもそうだし、そうですね、私が知ってる渋い渋い、まあ、パッと全然出てこないけど、ジョジョとかのあれはどっちだっけ、ジョセフだっけ、ジョセフかなの杉田さんが青年期でじゃなくて、あれ雲尚さんがやってる方、おじいちゃんになってからの方かな、ジョセフかな、あ合ってるとかはやっぱ渋いですね、お声本当に。ね、いい声ですよね。そうですよね。なんか多分あげればいっぱいいるんですけど、私ちょっと全然出てこない。今パッと出てこないけど、渋い声もいいですよね。本当にね、すごいですよね。ねえ本当にね、すごいですよね。絶対難しいよ、そのだって声色で演技ってどうやってねえ、イケボというやつでしょうねきっとね。私ね結構ね対比がすごい分かれてる時は結構分かれてて、それこそラジオあっぱれで出させていただいた時に、まあその時なんて言ったんやけど、東京リベンジャーズかなで重油が好きそうって言われて、まあでも確かに重油みたいな可愛い系、まあそれは確かにシロちゃんも可愛い系だし、そう確かに可愛い系で、まあ呪術だったトゲくんとか、私あんまりこういう可愛い系好きではないんだけど、最近系統が変わったんかな、なんか一律してなんかああいう感じの可愛らしい犬味のある感じの、でも二押しは割と渋い、ブリーチとかやったら2番目とかにやっぱ強くて強くて、でもなんかなんて言うんだろう、なんかヘラッとしてんのに、ヘラッとしてんのに強くて、なんて言うんだろうな、なんかさっと感じのいや下手くそすぎん例えとかの、そう京楽さんとかも好きやし、呪術とかだとななみが2番目に好きやから、そこの大差は何って感じじゃない。まあ、ワンピースだったらねゾロとかローとかがあれなんですけど、好きなんですけど、ナルトだったらガーラが好きだね。うん、そうねえ、どうなんですかねどうなんですかね。ゆりなさんも声がかっこいいって言われたことはありませんか。ないないないね。あでもね、思ったより低いねってよく言われる。うん、そう、どういう、私がそんなどういう声を連想されたのかは知らないですけど、なんか思ったよりハスキーだね、声が低いってよく言われますね。もっと大きい声出せば高いんですけど、なんかそれこそコンサートとかなんか大きいとこでなんかあー言うときは声高いんですけど、なんかこういう風にブツブツ喋るときは割と声低いですね。歌ってるときは声高いです。劇場とか大きいとこでこうパーンって声を張るとやっぱ高くなる、キーがの方が出しやすいんですよ。だから歌がちょっとキーが高いのがそうなんですよ。こうお腹からポーンって声を出そうとすると、舞台とかでもそうですけど、なんか大きくこう声をパーンって通そうって思うとキーが上がるんですよね勝手に。でこうやってボソボソ喋ればキーが低いです。
歌に関しては低いキーは得意じゃないです。あんまり出ない。低いキーは音程を取りづらい。でも高いキーの方が取りやすい。かといってめちゃくちゃ高いキーは出ない。そう。そう、なんか大きく喋っちゃうときは声が高くなるんですよ。いやまあこの家でね大きく喋ったらマジでひたすら近所迷惑でマジで。怒られるんであれなんですけど、そうこのボソボソ喋るとちっちゃくなるんですけど、ただこういうショールームってさ声を張らなくていいじゃないですか。張らなくていいじゃないですか。だからあれなんですけど、やっぱ声をお腹からこうちゃんとなんかポーンって張ったりとかすると声が大きくなりますね。だからお話し会とかイヤホンをこう両耳にしてるんですよ。で周りもいっぱいみんなメンバーが何十人も集まって喋ってるわけですよ。で BGM も流れてめちゃくちゃうるさいわけだから、そうなるとイヤホンもしてるから自分の声のでかさも分かんないからってなるとめっちゃ声でかいかもしんない。ワンちゃん自分は分かんないですけど、自分は分かんないですけど、なんか結構こうやっぱり耳栓してこうやってなるとやっぱ声は大きくなっちゃうんで、そうなんですよね。そう、聞こえてないのかなって思っちゃうから大きい声になっちゃうんですよね。そうそうそう、マジで声でかいってよく言われる。あの握手会してた時とか後ろのレーンに並んでるファンの人にも会話が筒抜けっていう、うちの声がでかすぎてマジで会話が筒抜けで、なんか後ろで笑われてんの、うち喋ってることに対してめっちゃファンの人に後ろでクス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 ね、そこにもパーテーション引いてほしいぐらいだわ本当に。そうシンプルに暑いやん。そうそう本当にマジで声がでかすぎて、でもなんかこんなボソボソでは喋れんじゃん握手会とかで、うんじゃない。しかも今オンラインだから余計に電波的にもね声がちっちゃいとえーみたいな感じになるじゃないですか。余計に声でかいよね。てかみんなでかいから声なんかやって話してんのにたまに横の子の話とか聞こえてたりするんですよ。こうやってやってる時になんか今も同じの持ってるメンバー見たことある、メイクさんも持ってる、これめっちゃいいティントだしね。まあ、コンサートとかって色が落ちちゃうのでティントは必需品、必需品です。イエーイ。うわーあーあいや普通に思いっきり落としてしまった顔面に向かって。絶対買う、ぜひ。ああもう最悪やー、思いっきり言おうとしたやろ今。聞こえた、パキって言った。それでティントのリップを落としてしまった。はあつらい、早く帰れないと思う。バキバキや、つらすぎる。私の声の方にびっくりしたやろ、どっちかっていうとな。本当にもうよくな言われるんやって、もうほんまにな、ほんまにな、この突発的な声がうるさいってよく怒られる、うん、でかい。これはマジで家族にもメンバーにもファンの人にも怒られる。でかい、うるさいってよく言われる。物音もでかい、コップとか聞いたり、うん、ガン、マジでうるさいって本当によく言われますね。悲しい。悲しいよ。だってさ突発的な声やもん、そんなん制御してできる出るもんじゃないから。わーってなった時とな、わーってなってるからわーってなってる声が出るんですよね。うん、そうでも本当に心臓にダイレクトチョップ来る時もあるよ。わーって驚かされてもう
とかもう声が出ないぐらいびっくりして、もう心臓にダイレクトチョップ、もうドキーンみたいな、心臓じゃないわ、心臓がびっくりしすぎてっていうのもある。もうこ驚きすぎて声が出ない、もう心臓めっちゃ痛いの、もう心臓がもうドキーンってもう一瞬出てもう一回引っ込んできたみたいなっていう時もあります。でも突発的は大体うるさい、あーって言っちゃう。あとよく言われるのが、驚き方がおっさんやからって言われる。なんかもっと女の子なんだからキャーって言いなさいってよく言われる。そう、だってさ、キャーなんて言ってびっくりできんやろ。わからん、いつか違う、もう今までに出会ったことのない場面に遭遇したら、もしかしたらキャーってなるかもしれない。なんかのやつのな、何やったっけな、なんかな、声優さんも言っとったんな、誰やったっけな、あ、ナルトの声優さんかな忘れてたけど、なんかほんと、もうなんかそんなさ、絶対キャーみたいな感じで出ないって私思ってたんですよみたいな感じで、でも出ないと思ってたけど、なんかの時でびっくりさせられたかびっくりしたかで、本当になんかキャーって出たんって言ってて、なんかいや出ないって思ってたけど意外に出るんですよみたいなのをラジオで言ってたんね。だからワンちゃん私もそういう場面に遭遇することがあって、今まではうわーとかうおーみたいな驚き方しかできへんかったけど、何か今まで起きたことがないものに遭遇した時はキャーって言える日がいつか来るかもしれへん。すん、そうそうって思ってる。うん、いやーってなるかもしれないしな。ねえ、一回もキャーって驚いたことはないんですけどね。いつか来るだろうっていうふうに思っております。はい、いつか来てほしいなと。まあなんかの場面に直話し直撃したら来るでしょ。あ、間違えた。明日の服マジでどうしよう。全然準備してないし、もう準備しないといけない。どうしよっかな。バッチコイ楽しみなんだが神奈川見れない。バッチコイ楽しみなの？バッチコイ楽しみなの？なんで？あ、関東メンバーが出てるから。ねえ見て、今ツイッターさ見てさ、さ見てこのさ、三重城物博物語のさやつのさ V なんていうの、コメント撮りみたいなやつさ出てきて見たけどさ、大森ちゃんと私の服装が完全にな、夏なんですよね。まあ夏に、真夏に撮ったからさあれなんだけどさ、夏服すぎて、なんか凪とナルト の、 あの服装の寒暖差がおもろ。
ね。そうです。いや、明日の服装は本当どうしよっかな。ちょっとこれ終わったら決めるわ、ショールーム。で、早く寝んと明日早いけんな。明日は朝が早いからねん。早く終わるの早い、終わるの早いけどさ、朝一部からだから早いね。みんなみんな別に早くないか。明日はみんな一部からだよ。やばいよ、マジ寝過ごさんよ。上手に早起きできるかな。10時から一部開始なんだね。そっかそっか、明日10時、そっか、みんなオンラインや。なくなったから、そういうとこでは一部っていいよね。みんなさ、昔さよくさ、一部さ寝坊しました、ごめんなさい行けませんでしたとか結構多かったんよ。そうだからさ、そう思ったらさ、よかったねオンラインだったら。私も忘れのうちにアラームかけとこ。よし、じゃあそろそろ今日も終了にしよっかな。明日の服私は早く決めたいと思います。はい、じゃあランキング読みます。10位ふうさん、11位かずさん、10位おかやんさん、9位なっぴーさん、8位きりやさん、7位しんどさん。明日仕事で参加できない、あーぴえんですねそれは。6位、春太郎さん。5位、秋彦さん。4位、マックゼイドさん。3位、ヤングさん。明日のお話かよろしくだってよろしく。そして2位、ワイマツさん。明日よろしくですだってよろしく。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。それではまた、明日オンラインお話し会に参加してくださる方、明日オンラインお話し会ぜひよかったら、ぜひよかったらオンラインおは、オンラインお話し会お待ちしておりますというわけで、今日も見ていただき本当にありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。